ちらの北のです入り口のところにある昔北食堂で2階建ての建物だったんですけど、今なんか変わってますね。建物かなり新しくなりました。こうねテラスなどもあって、特にここカツカレーとかびっくり丼っていうすごい大盛りのカツカレーをよく友達と食べた思い出がございます。おかげで大きく育ちました。こちらが教養教育棟ですね。まあ大学ではこう専門とですね、この一般教養の授業と2つありますが、一般教養はこちらで行われています。もういろんな学部、医学部とか歯学部の方もいらっしゃるところで、もう大体 1,2 年生の時の決まりですね、このコースは。こちら、黒神4丁目のセブンイレブン、本当大学のですねお決まりのコースで、今は分からないんですけど、私が行った頃確か九州で1番か2番目に売れ行きがいいセブンイレブンと聞いてます。でこっちの方行くと都市造とかですね、ゼミのですね飲み会飲んでうちの教授がもう酔っ払って階段から落ちそうになった思い出があります。でこれまたですね奥の方こう行くと、今カレー屋で鳥広さんになってますけど、私の時はアンクルカレーというカレー屋がありまして、その奥に拳という食堂もあったんですけど、私が卒業してもうなくなりましたね。結構ここまた思い出です。北キャンパス、こちらですね、私のまさに出身教育学部でございます。こう見ても私ね教員を目指してた時期あるんですよ。でだいぶこれね卒業して、私から卒業して10年経ちますけど、かなり新しくなりました。私たちの時はちょうど改修が始まるかなって頃だったんですけどね、これおすすめはですね、こう今目の前にイチョウの木が立ってますけど、これ秋になるとねダッとイチョウがついて、そしてこう下にこう落葉するんですね。このイチョウのカーペットがまさにインスタ映えなんですね。だから3階とか4階から見るのがおすすめです。で私はまあかれこれまあどのくらいですか、15年ぐらい前にですね試験をまあ受けた時にですね、近くのコンビニでご飯を買って、まあ、試験会場来たんですけども、チンしないとですね米ってパリパリなんですね。すごい飯、まずい飯を食べながら試験した記憶があれをございます。さらに午後のですね学科の英語でですね、なんとリスニングテストでこう、いや放送機にエラーが出てですねリスニングテストができなかったということで、その日の全国ニュースにもなりました。いやこれ懐かしいですね。ゼミ室がですねこっちの棟の3階にあって、でこっちが今ちょっと変わってるんですけども、私たちがいた学科の部屋がございまして、そこで授業を受けたりこうねパソコンで遊んでレポート書いたりとかみんなした記憶があります。ただですねこの私がいたこの学科もですね、今年今の4年生でも学科がついなくなります。11月の3日にですねその学科がなくなるということで大同窓会しました。また動画もね早く作りたいんですけども、でたまたまこの昨日今ロケしてるのが2020年の2月の2日の日曜日前の晩にですね、その最後の4年生の追い込んがあったんですね。くしくもですね私がゴスペラーズの、まあ、コンサートが昨夜あったんですけど、そのチケットを取った数時間後にその2月1日に追い込んするからということで、メールが来てちょっと残念でしたね。しかもおまけ今日どっちみち熊本来るんで前乗りしてってもよかったんですけどもね、まあ、本当ちょっと寂しいですけどね、本当ね正直教育とかね、そこを削ったらダメですよ。未来の投資、この国の豊かさって本当なくなりますからね、ぜひちょっと税金の使い方もですね考えていただきたいと思います。今後も地球の名前が永遠に残ることを記念しまして、最後お手を拝借よこちらの音楽等もですね、まあ、この教職の課程で1個ですね、音楽のコミュニケーションの授業でも行きましたね。ここで合唱したり、こう音楽表現というか、音楽聴いて絵を絵に表したりなどですね、いろんなことをさせていただきました。仏元島に草燃えてということで、旧制第五高等学校の寮歌でございますけど、そこに登場するのが仏元という言葉ですが、まさにこの子は仏元グランドと呼ばれていました。まあ、この陸上部であったりサッカー部などのこうグラウンドでございますけども、私も例えば寮にいた時の寮のスポーツ大会であるとかです、ね、サークルのスポーツ大会、そして何といってもですね
一度ですね、授業でですね、子供の昔の遊びしてみようということで、こう陣取りとかですね、なんかだるまさん転んだなとして、昔の遊びでこう子供の教育を考えたこともあって、まあね、いろんなね、楽しい思い出もございます。目の前にございますのが旧制第五高等学校記念館という赤いレンガの建物が本来あるんですね。国指定の重要文化財でございますが、まあ残念ながらちょっと熊本地震でですねダメージを受けているようでして、ただいま修復中でございます。まあその中にこの中にですね、大学とかその旧制第五高等学校、まあ寮の思い出などですね、いろんな展示物があって結構充実しております。で、私もですね、一度大学時代にこの中で授業を受けたことがあります。まあ、異文化コミュニケーションということでですね、大学の歴史を知ろうということで学ばせていただきました。ね、この熊台の一つシンボルでもございますので、まあ、早い復興、復旧を願うばかりでございます。ぜひ復旧の暁にはぜひこちらにもご覧、お立ち寄りくださいませ。もう一個ですね、旧制、第五高等学校の記念館と、まあ、こちらの本当は奥にある建物なんですけれども、エピソードがございます。皆様、司馬太郎先生の坂の上の雲をご存知でしょうか。正岡子規さんなどのこの明治の維新を駆け抜けた方のエピソードでございますが、実はその10年ほど前に NHK で特別番組で放送されました。その際のロケがここでこの大学でも行われました。ですね、まあ、阿部寛さんが天草とか三隅の方に行ってて、この大学ではですね、実は正岡子規役の香川照之さんがいらっしゃったんですよ。もう香川さんといえばですね、今ではもう大名俳優、顔芸がすごいですよね。その方が実はいらっしゃったんですね。まあ、正直当時はですね、ヘルシア緑茶でちらっと見てたぐらいで、申し訳ないんですけど、当時は私あんまり知らなかったんです。ただ、その今もう本当名俳優ですごい方がいらっしゃったんだと。で、ちょうどですね、ロケがあってるとき、私も大学にいたんですけども、外からちょっとロケを見守ってました。香川照之さんを擁する正岡子規が野球のボールですね、を命名する、これを野球と名付けようという場面をですね、何回も撮っておりました。本当ですね、貴重な体験でございました。で、余談ですけども、この大学卒業した後に、同じく坂の上の雲で、共演されてました、広瀬武雄中佐役の藤本隆弘さんをですね、大分県竹田市で、まあ、講演会に私行きました。で、握手とサインもしていただきましたけども、その際にもですね、この香川さんの話をしまして、本当に感銘を受けておりました。なんか私自身ですね、そういうふうになんか縁があるのかなと思っております。こちら大学の盛況でございますね。まあ食事をしたり、あとイベントごと大体ここにメインステージがございます。上野で、ね、学生会館ではいろいろ寮のイベントでお世話になったり、でカフェテラスもですね、有名です。まあですね、私がちょうど大学3年ぐらいだったかな時、まあなんか異臭騒ぎがあってですね、救急車で一人運ばれたということです。私その日豪華ちょうどいなかったんですですね、私は被害に遭っておりません。見学サークル、いわゆる展示のサークルがあった部屋、部室でございます。多分右手だったと思いますが、私はその見学サークルではなかったんですけど、まあ、中の友人たちが見学サークルに入っておりまして、まあ、ここに勝手にお邪魔して、よくパワープロやってました。私も本当パワープロ初心者で、大体阪神を使うんですけど、友達で楽天とか使って、二十何対乱でボロ負けした記憶があります。けど、すんごいここ楽しい思い出がございます。ブドゥフ言動ですね、柔道の僧加納治五郎先生もそうですし、こちら誰だか分かりますでしょうか。小泉八雲先生ですね、ラフカティオハーンのですね、まあ、松江のイメージは強いですけども、実は旧制高等学校、第五高等学校にもいらっしゃっておりまして、急遽のですね、今昔住んでた家が鶴屋の裏に移築されております。
もう一人有名な講師といえばこちらの方、我が平和猫であるそうですね、夏目漱石先生ですね。まあ、実は坊ちゃんで松山のイメージも強いですが、実はこの熊本のですね、旧制第五高等学校にもいらっしゃっております。で、まあ、熊本に来てですね、森の都だと名付けた方でもございますし、そしてですね、熊本市内、まあ、2、3年いらっしゃったのかな、その中で6回ぐらい引っ越しを実はしております。で、現在ですね、坪井というところ、まあ、私が自動車学校をなってた寺丸自動車学校の近くにですね、ある急遽ではにですね、その夏目先生関係のですね、作品というか、資料館がございまして、夏目漱石先生の生声はこんな感じではなかったかという声も残っておりました。で、結構ね、これ他の大学来た人が驚くんですけど、漱石先生実は、熊本にもいらっしゃってました。こちら熊本大学のシンボル、赤門でございます。まあね、東大の赤門に比べたら歴史のものでございますけど、ね、赤レンガというのが特徴でございます。まあ、ここの前でですね、大体試験前になるとこう激励とか、私も予備校のアルバイトに激励して、ちょっとですね、あまりにもいろんなことを言いすぎてですね、ちょっとバイトの人から事務局長から怒られたこともありますけど、ここの後この広場でですね、まあ、赤いふんどし姿になって私も踊ったことがあります。ね、その画像がなぜかうちの学科の先輩の、ね、グループメールに拡散されても困りますね、事務局に通してくださいということで、まあ、熊大新聞、私もここに憧れてきました。ということで、熊大探訪はこれで終わります。